本校では2019年12月26日の日食について述べる。日食が観測される地域日食は月が地球と太陽の間を横切る際に起き地球から見た太陽の像が完全または部分的に隠れる。金環日食は月の四直径が太陽のものよりも小さい時に起こり太陽の光がほぼ遮られて癌のように見える。 この時、その周辺の長さ数千キロメートルの地域で部分日食が見られる。この日食は2019年に発生した3回目の日食である。最大食分は0.9701で、サロス周期は132番。この近間日食の食体は、世界協定時3時34分頃に、リアドから北東へ約220キロメートル離れたアラビア半島上で発生し、 その後秒速 1.1km の速度で、インド洋北部、インド南部、スリランカ北部、ベンガル湾、フィリピン南端部、インドネシア、シンガポール、グアム島などを通過し、同日7時1分頃に太平洋西部で消滅した。この日食で、近間日食の食体は、約 12,900km にわたって地球上を移動し、 地球の表面全体の0.34%で金管日食が観測された。同日2時30分頃から8時6分頃までアフリカ大陸北東部、ユーラシア大陸中南部、日本、東南アジア、オーストラリアなどの広い地域が部分日食の食体に入った。金管日食の食体の中心線が通るグアム島は快晴で約3分間にわたって、 金管日食が観測された後に日没を迎えた。他に、サウジアラビアやシンガポール、インド、スリランカ、インドネシアなどの中東やアジアの広い地域で金管日食が観測され、中華人民共和国の海南省などでも部分日食が観測された。日本国内では全域で部分日食が観測され、南に行くほど食分が大きくなるが、東日本や北日本では、 日食が発生している間に日没を迎える、日入り退職となった。なお、2019年に日本国内で日食が観測されるのは2019年1月6日の日食に次いで2回目である。日食発生時は前線や低気圧の通過による悪天候により全国的に日食を観測できなかった地域が多かったが、北海道札幌市や福岡県、 沖縄県などの一部の地域でのみ部分日食が観測された。ありがとうございます。